ローマンバスローマンバスバース大聖堂、パルティニーリバシバースは、イングランド西部、サマセットに属する都市である。単一自治体のバースノースイーストサマセット内に、あり、シティステータスを持っている。1974年に、エーボン州が創設された際、バースは、エーボン州に属する都市であった。しかし、1996年に、エーボン州が廃止され、 現在の形態であるバースノースイーストサマセット単一自治体に属する形に変わった。この地方最大の都市である港町のブリストルから約二十四キロメートル内陸に位置する。湧出温度摂氏四十五度の三つの源泉から供給される温泉で著名であり、イングランド有数の観光地である。しかし、九百七十八年に温泉が閉鎖されて、 以来、温泉施設はとの見学しかできなかった。ただ、2006年に、市内中心部に温泉を利用した総合スパ、施設サーメバーススパが作られて、再び入浴できるようになった。バースについての最古の記録は、ローマ支配時代の温泉に関する記述である。しかし、言語学上の類推から、それ以前から温泉が利用されていたと推測される。主な温泉源は、 ケルト人により信仰の対象になっていたとも考えられている。2世紀頃、ローマの支配下で温泉の街として発展した。バースの温泉は様々な病気に効用があると考えられた。ローマ支配末期にはバースを取り囲むように城壁が建築された。なお、ローマ時代はイエヌアクイースーレスと呼ばれていたが、アングロサクソン人はこの街を温泉にちなんで、 バスームなどと呼んだ。これが現在の街の名前の由来である。バスという街の名前を英語のバスという語の語源とする俗説があるものの、実際は温泉があるからついた地名であり、順序が逆である。ローマ撤退後は一時廃れローマ様式の浴場も破壊されたが、温泉の利用は続いたようである。675年に修道院が建設され、 781年にマーシアのオファオがそれを支配下に置き、聖ペテロを守護聖人とする教会を設立した。その後、アルフレッド大王が町を作り直した。エリザベス一世の時代に温泉地として復活し、特に18世紀のジョージアン時代になって、ロンドンに住んでいた貴族や富裕な海藻の保養地として大規模に再開発され、 近隣の土地から産出した石灰岩を利用した建物群が建造された。なお、1942年4月のドイツ空軍による爆撃で、いくつもの由緒ある建物が破壊されたものの、その後、すべて再建された。バースの主要産業は観光業である。イングランドにおいて、バース市は、ロンドンに次いで訪問者の多い観光地である。ただ近年、 観光産業に加えてソフトウェア産業、サービス業、出版業が伸びてきた。中でもフューチャーパブリッシング社はバース市での主要な雇用主の企業の一つである。18世紀のジョージ王朝様式の建造物が数多く残っており、バース市街としてユネスコの世界文化遺産にも登録された。バースの中心駅はバーススパ駅で、これは ブリストルとロンドンを結ぶ路線の主要駅の一つである。列車は、ファーストグレートウエスタンによって運行され、同社の列車によって、カーディフ、ソウルズベリー、ポーツマスなどとも結ばれている。また、サウスウエストトレインズの列車もウォータールー駅から、ソルズベリー経由で、約2時間30分かけて、バースに到着する列車が、1日2本か3本、運転されている。 ロンドンのビクトリアコーチステーションからバースはナショナルエクスプレスによって運行されるコーチも発着しており約3時間でバーススパ駅近くのバスターミナルに到着するバース市民の間で人気の高いスポーツの一つがラグビーである市内にはイングランドプレミアシップに所属するバースラグビーが拠点多くまたバースを本拠地とするサッカークラブもあり バースシティ FC はカンファレンスサウスに、チームバース FC はサウザンプレミアフットボールリーグプレミアディビジョンにそれぞれ所属している。さらに市内にはクリケット場も設けられており市民に親しまれている。公式その他、ありがとうございます。